皆さんこんにちは。サンクチュアリ出版の山口です。山ということで、またまた今日も始まりましたですね。もう寒いな、もう、このシーズンになるとね、サンタクロースに間違われるんですけれども、まあ、今日も元気にやっていきたいと思います。奇抜な人の頭の中覗き放題、サンクチュアリ出版の YouTube チャンネルでございます。いつもご視聴ありがとうございます。はじめましての方はぜひもういきなりチャンネル登録しといてください。今日もすごい話になりますよ。もう素敵な素敵な素敵なゲーム、もうすごい笑ってますね。いや、ちょっとすごい面白い。あ、本当ですか。もうありがとうございます。楽しい動画になっておりますのでね、よろしくお願いしますということで、今日はですね、ライフシフト、合同会社代表の、町田健人さん、はい、お越しいただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。どういう活動をされてますかっていうところから入るのいいですか。大丈夫です。今やってるのは基本的にフィリピンをベースにしてるんですけれども、はい、フィリピン株を通して一般の方がお金を増やすお手伝いをさせていただいてます。それは、日本人も、そうですね、日本の個人投資家さん、サラリーマンさん。ありがとうございます。よかったですね。ああ、なるほどですね、はい、フィリピンの投資といいますと、はい、フィリピンの株とかということなんです、はい、それもみんな結構やってるもの知ってます。奥さんフィリピン株聞いたことある？あ、多分全然ですね。あ、全然。まずフィリピンって行くとやっぱりね、このネガティブな印象あるじゃないですか。こうゴミだねとか、ああそういうのが先行して、不動産は詳しい方は多少されてるんですけど、うん、フィリピン株は正直まだまだこれからなんです。あ、これからだけど、その株っていうのはずっとあったの？あったものですね。おお、なるほどですね、はい、資産を形成することができ、はい、そして皆様にもその投資の仕方というかアドバイスされてるっていうことなんですか？アドバイス、そうですね、まあ、フィリピン政治がこうなっていくよとか、次こんなトレンドが来るよとかを、やっぱりフィリピン株って日本語で情報がないので、あ、そうですね、はい、なかなか言いにくいところをお伝えしていてサポートしている形ですね。そっか、情報がそうですもんね、はい、ある程度そのアメリカですとか、はい、ヨーロッパですと、まあ、情報も翻訳されたりということがあるけど、そんなにマニアックなんですか？めっちゃニッチだと思いますあ、そうですか、はい、それはむしろ逆にチャンスがある。そうですね、面白いことに、例えばこれ面白いと思うんですけど、私フィリピンの上場企業の株を1000万株持ってるんですよって聞くと、1000万ってなるじゃないですか。上場企業です。株数です。はい、上場企業の、これいくらで買ったと思います？いや、そんな何十億って話ですか？ねえ、1つ1円でも1000万円なんですよ。そうですよね。これなんと2万円えなんです何株とおっしゃいました？1000万株。1000万株よ。どういうことなんですか？極端なんですけど、フィリピン株面白いのは、今トップ10社、もう財閥の、はい、それこそ野村、三菱東京 UFJ みたいな銀行株とかもあるんですけど、はい、それも今わずか1000円で買えたりとか、外国人のお金がまだ全然入ってなくて、入ってない。結果明らかに安くて、はい、面白いんですよね。はい、ほんでそのなんか こんなどうする奥さん、こんな短い時間でいろいろ聞いちゃっていいのか分かんないですけどそれは買うなら今でしょみたいなやつじゃないですか？本当に面白いタイミングだと私は思いますね。はあ、うん、それなんで目をつけたのは、なぜ、どういう経緯なんですか？これちょっと話長くなるんですけど。お、大丈夫ですよ。私そもそも今フィリピンに住んで7年目なんですよ。あ、もう7年、はい、ただ社会人2年目にちょっと時は遡るんですけど、はいはい、時を戻そう。そう、時を戻そうですね、流行語大賞に。時を戻すと、私当時お金がなくて、社会人2年目でないですよね。ねえ、で子供がちょっと先に授かったんです、ね、あ、授かった。おで、ちょっとお金がなくて東京で生活苦しいなと、うんうん、でね、キリンビールを発泡酒に変えるとか、ドン・キホーテでまとめて買うとか頑張ったんですけど結構地味でした
いや、わかるよ。それわかります。ビールから発泡酒。いい、ほんでドンキで買いに行く。そう。あ、いい。だから結局ね、まとめて飲んじゃったりして、もう永遠にお金たまらなかったんですよね。消費してしまった。そう。で、当時私、都社知らなくて、うんうん、どうしたらお金ってたまるのかなと思った時に、はい、一周頭が回った結果、うん、あ、フィリピンに住んじゃえと思ったんですよね。急に。そう、ちょっと歪んでたんですけど、まあ、大学時代にそう、ボランティアでフィリピンに行っていたことがあって、ね、ですね、物価が安いのは知ってたんですね。はいはいはい。で、駐在員になれれば、うん、通常の平均の給与プラス危ない手当と言われる、うん、海外駐在員手当とかがつくんですよ。おお、なるほど。だから同じ時間働いてもまず手残り違うから、はいはい、まずだったら同じ労働時間だったらフィリピンに住んでしまえ、奥さんに内緒で転職活動をして、うん、じゃあ内緒でフィリピン駐在を決めて、当時久原館を連れてフィリピンに行ったっていうのがまず7年前だったんです。そうなんですね。そのフィリピン の、はい、その物価っていうのは日本とどれくらいのギャップがあるんですか？だいたい2分の1から3分の1です。ああ、なるほど、はい、あ、それだと日本円強いですね、そっちも。そうですね。あ、なるほどなるほど、はい、そして行きました。はい、はい、もう行ってもでもまだそこでは投資とは出会ってないんですよ。これがですね、やっぱ人生なかなかうまくいかなくてですね。いかなかった。はい。フィリピン行ったけど。そう。お金は正しかったんです。実際社宅にはプールとジムもついていて、家賃払わなくてよくて。あ、すごいですね。お給料増えて、結局年間夫婦合わせて1000万円ぐらいは貯めること一応できたんですよ。めっちゃ貯まってるじゃん。めっちゃ貯まったんです。すごかったんです。いいじゃないですか。そう、ただそう、落とし穴だったのが、ね、そう、入った会社が本気のブラック企業で、はあ、なんかもともと私外資出身だったんですけど、はい、そこは賢い集団だったんで、うん、なんか失敗しても時間がもったいないから10分怒られて終わる職場だったんですけど、はあ、その入った人材会社がすごくてですね、はあ、一度間違ったら朝4時間ぐらい延々怒られるんですよ。何ですかそれ。すごいザ・昭和の会社って言ったらいいんですかね。そんな怒られます？本当に。で、会長室に呼ばれるたびに朝、月曜日から金曜日に怒られ続ける環境で、まあ、鬱になっちゃったんですよね。いや、なりますわそれは。そう。で、ただ親の反対を私押し切って、うん、フィリピン行っていたんで、そうですね。ねえ、皆さんもやっぱりフィリピン危ないイメージあるじゃないですか。はあ、私も親もそうだったんで、うん、お前は子供を殺すのか。いや、そうじゃない。うん、だけど、うん、結論苦しい状況で、うん、帰る実感もなくなっちゃってるし、うん、でもこの仕事を辞めたら。このお金がなくなっちゃう状況だったんで、うん、どうしたら人生変わるかなと思った時にまず投資だったんですよね。それで投資行きますか？はい。それそこ行かないですよ。なんかだってさっきすごいそのなんか考え方がすごいガラッと変わってますね。何かあったんですか？例えばだってさっきだってビールから発泡酒って出た人なんですよ、はいはい、それ投資ってだったら勉強されたはい、本当に奇跡だったんですよ。ブラック企業の中に唯一こう雲の糸を垂らしてくれさる先輩がいらっしゃって、たまたまその方が、うん、町田さんこれ読んでみてって渡された本があったんですよ。おそれがロバート清崎の金持ち父さん貧乏父さんだったんです。本だ。本です。はあ。で、なんで本だったかっていうと、当時があれ2015年だったと思うんですけど、マニラに、私フィリピンの首都はマニラなんですけど、はいはいはい、マニラから車で1時間ぐらいだった田舎の勤務で、はあ、そう、なんでしょう、まずインターネットが雨が降ったら止まる環境だったんですよ。雨で止まる？そうですね。 YouTube なんて見れなかったんですよ。で、ちょっと監獄生活だったものですから、うん、マニラにも行けなくて、もう情報が飢えてたんですよね、うん、人生変えたいけど何も手に入んないと、うんうん、でその時に渡されたロバート清崎さんの本で、うん、一つの収入しかないと、で馬が目の前に人参を食べるために走り続けるためのごとく、うんうん、もう永遠にお金のための仕事になっちゃうから、うんうん、いかに他の副収入を持つことかの時に、うんうん、もう飢えてた私は、ああ私はロバート清崎になればいいんだって思ったんです。ああ、でもなんかその時の気持ち分かりますよ。こうなんかね、砂漠の砂に水がスーッて入っていくみたいに、はい、何か情報が欲しかったところに本が来た、はい、でその本がまた素晴らしい、でそれを行動を起こされた。そうですね。
すごいね、なんでそこ走ろうとしたんですか。出版社の YouTube なんだよ。本で、本です、本で人生変わったよ。先輩ありがとう、はい、あそうですか。でそれで投資に目覚めました、はい、でそこからは結構順調だったんですか。いやこれも全然うまくいかなかったんですよ。わ全然いかない、うまく。いや そもそもなんですけど、そのインターネットが雨が降ったら止まる環境だったので。あそうです、それ忘れてました。はい、だから投資の勉強しようとだったので、私も、うん、そうです、したくても情報が手に入らなかったんですよね、はいはい、でブラック企業なもんで日本にも行けなくて、はいはいはい、あの日本に年に1回だけ帰らせていただくことができて、それに本を買い込むわけですよ。だけどあの日本に書いてある本を読んでも、うん、結局分からなかったんですよね。例えば、うん、あの私ロバート清崎になりたかったから不動産に最初勉強したんです。あそっかそっか。だけど日本の不動産読んで買いたいって、あのちょっと会社に隠れてこっそりインターネット電話とかしていても、うん、それもバレちゃいけないからひっそり電話してたんですよ。あそうですか。でも相手していただけなくて、日本の業者さんに。だって町田さん海外住んでると買えないじゃん。だから誰も助けてくれなかったんですよ。なるほどね、本気ですかと、冷やかしですか。そう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 、それでした。冷やかしですかとね。で誰も助けてくれない時にどうしようかな。でもこれ日本じゃダメなんだ、うんうん、じゃあどうしようかで目の前に見たら、フィリピンがまさに高度経済成長期真っ只中で、うん、ビルもガンガン建つわ、うん、会社も上場したりとかで、うん、これもしかするとフィリピンなんじゃないのっていうところから完全独学でもう始まった感じだったんですよね。うーん、そうなんですね。まあ結果騙されたんですけどね。騙された。まだ騙された。どういうことなんですか。最初でも最初3年うまくいったんです。最初3年はたまたま買ったホームセンターの株が3倍になったり。ほう。で図に乗るわけですよね。これ俺天才だろ。天才だと思いますね。適当に買った不動産は当時時代が良かったんで、うん、本当 1.5 倍とか2倍になる時代にいたんですね。ほうほう。なんか上がると、もうこれ買った。いやなんか怖くないですか。そんな急に短期間で2倍さ、普通怖いっすよ。でもあまりにもブラック企業が嫌すぎて脳が麻痺しちゃったんですよね、うんうん、でもっとお金が欲しい、もっとお金が欲しいで、まあ、ハイプって言われる月 3% とか 5% 10% 出るような案件が、うん、当時ちょうど流行ったのが今から3年前とかですかね。うん、仮想通貨系とかで世界に投資できる案件が出て、あ、はいはいはい、だってその頃、まあ、3年やったらサラリーマン駐在員給与投資収入を超えられたので、うん、一度実は独立したんです。あ、なるほど。ただ独立直後に駐在員資金で貯めたお金全部溶かして溶かすんだ。溶かしましたね。でここからいや何がいけなかったんだろうっていろいろ考えていくと、やっぱりこうギャンブルと投資っていうのが明確に違ったんですよね。それじゃあギャンブル的な、ギャンブル的なって言った、何にも分かってなかったです。ちょっとロバート清崎しっかりしてください。全然なんでないよ全然。本当に溶かすのに気づいた方がいいですね。いやいや、まあでも溶かして、溶かしたけど、でそこから、うん、でたまたま、ただそれまで その株やら何かで、そう最後溶かしちゃったのが欲を書いて、世の中ありえない月 5% とか 10% っていうのを、うん、人に言われるが、まあ、当時の先生がいらっしゃって、まあ、自分で精査せず、先生がイエスって言ったら自分もイエスで便乗犯になってたんですよ。でも唯一武器だったのはやっぱ株と不動産で、うん、フィリピンの、うん、ここだけは私足使っていたんで、うん、ここは目利きができたんですよ、うんうん、でたまたま当時日系の大手 の金融会社があるんですけど、そこからヘッドハンドを受けて、うん、金融役員に入らせていただいて、ここから3年磨き直したんですよね。うんうん、あ、ちゃんとね、はい、やっぱりその当時は自分はまだいい案件っていうのを見極める力がなかったんで、まあ、どうしたらいいものを見つけられるかっていうのを徹底的に、うん、財務諸表から何か、うん、あと金融メーカーだったら自分で商品が作れたんで、うん、それでは騙すも騙されようもないじゃないですか。もう本当になんか話がこっからちゃんとしてきたもん。それまでは本当にフィーリングでやってたって感じがしたけど、だんだんなんか出てくる専門用語がしっかりしてきましたけど、面白いですね。
吉田さん面白いお話最高ですよ。ほんでほんで続き聞きたくなる。もうそうで最初株から始まっていって、あのあすいません不動産からですね。不動産で不動産をどうしたら成功できるか、うん、なんか私的にこう自分が投資詐欺にあったので、うん、もうフィリピンが好きとか、うん、フィリピンに出会えた方が来た時にお金をがね溶けちゃったら一番苦しいし、多分お金に換えられないものって私信頼だなって思うんですよね、うんうん、やっぱりねこのネット社会 YouTube もそれこそそうですけど、うん、誰かのお金を預かって溶かしてしまって、うん、ね自分の名前に傷がついたら多分立ち直れないダメージがあるっていう時に、じゃあどうしたら自分以外のフィリピン初めての人でも、うん、あのいい不動産とか、うん、いい株を見つけるにはどうするかっていうのを、今までの破天荒な話じゃなくて、うん、もう数字ですよね、うん、もう誰が何って言ってもこのデータさえ見ていけばこれが市場価格よりも安いか、うん、とか、うん、この立地だったら他と比較してあこの物件は安いよねとか、うん、もうここをむちゃくちゃ作ってったんですよ、はい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 、でこうしたらまあ私自身の投資成績が上がったのもそうですし、うん、結果としてすごいファンで賑わっていて、うん、でちょっとサンクチュアリさんではないんですけど、ついあの9月に店頭者さんからも本を出版させていただけて、あのフィリピン人の本なんですけど、うんうん、ようやく教えられる立場まで来れたのかなっていうのは、まあ、ある種あそこで詐欺にあってありがとうございます。そうですね、あんな失敗から溶かしね、なんか波が何回もね、自分の失敗なんかしてますよねでも今があるためだったんですよね、きっとね、はい、と思いますね、うん、この辺はちょっと専門外がどうか分かんないですけど、はい、聞いてみたいの、素人でね、はい、聞いてみたいんですけど、じゃあ今から投資やる人は日本のその株を買ったりとか投資するよりフィリピン株やった方がいいですか？私は絶対そうだと思いますよ。お、はい、それはその心はもうシンプルなんですけど、うん、あの投資をするときに私多くの日本人何間違ってるのかなと思うと、うん、そもそもあの勝てるマーケットで戦ってないよね、一言なんですよね。はあ、どう何その負けたところでやってるんだろう。そうです、はあ、大丈夫皆さんね。そう、分かりやすく言うと、まあ、例えばお水があったとするじゃないですか、はい、水あの私がまあ水のメーカーの社長だとします、うんうん、で日本みたいなマーケットってこれから人口って減るじゃないですか。あ、そうですね。で日本だと人口が当然実は2100年3分の1になるんですよ。そんなに4000万人です、はい、っていうことは私が水のメーカーだったにこの水を頑張って売ろうとあの手この手を尽くしても、だって水を飲む人が3分の1なんですよ。売り上げ3分の1、株価3分の1じゃないですか。まずい、もうシンプルですよね。そうですね、はい、でちなみにフィリピンはっていうと2092年まで人口増え続けるんですよ。まだ増えてる、はい、アジア最強です。ああ、これいい情報だから、そういう情報を聞かせてもらえるってことなんですね。そうです。わかりました、皆さんこういうことなんですよ。だからまあね、だからされてるサポートとかっていうのは、はい、だからそういう情報をどんどん、そうですね、皆さんその投資する時の参考に、そうですね、されてるってことですね。はい、はあ、やっと分かりました。いろいろあったちゃんと盛り込めましたね。いろいろありましたけど、はい、だからそのだから今から投資やってみようかなと思ったら、フィリピン株からフィリピンの投資からいきなりあるってことですね。全然ありだと思いますね。戻ってね、1000円から財閥株買えるんだったら、まあ、正直溶かしてもね、お酒一回控えたら大丈夫だと思うんで、なんか気軽にやるのとそう半年の下りじゃないですけど、もうちょっとその単位がね、ちょっと分からなくなっちゃいますけど本当なんですね。本当です。はあ、そうですか。見てください、この今のこの素敵な楽しい感じで、さっきお会いしたばっかりですけど、もう本当惹かれてますね、キャラクター。そうなんですね、はい、なるほど。じゃあご視聴の方に、じゃあやってみませんかっていうコメントみたいな、そのいいところっていうか、はい、先生からこうフィリピン株とかフィリピン投資の魅力みたいなのをちょっと一言、はい、ありがとうございます。語りかけてだからフィリピン株ですね、あの本当に面白いと思います。あの人口が伸びる、これから倍になるから、まあ、株価が基本倍だよっていうのもそうですし、あの経済レベルも今1970年代相当なんですよ、バブル、これから、あ、なるほど、そう、人口が倍、経済もこれから
しかも1000円から投資できるんで、あの株式投資初めてっていう方も本当少ないリスクで、まあ、遊び方がやれるんで、まずあの興味持ったらぜひ一歩踏み出していただけると非常にいい勉強になるんじゃないのかなと思います。いや私もそれ面白そうですね。やってみます。ぜひ、うん、ちょっとねもうこの先は有料級の話になりますので、いろいろと町田さんの情報を下に貼っときますからね。これですよね。今度はメッセージとかガンガンお待ちしておりますので、ね、忙しいけど、また忙しくなりますけど、そうですね、ちょっと話聞いてみたいとか、どういうことってこの動画でね、きっかけ知ってもらうといいと思います。はい、フィリピンなんですって。だからフィリピンビジネスもチャンスあるって。当然ですね。もうフィリピン、これからガッと行くよっていうことなので、皆さん注目してみてはいかがでしょうか。はい、松田さん今日はありがとうございました。いや人気なの分かりますわいや本当に皆さんチャンネル登録よろしく、よろしく、高評価もお待ちしております。ありがとうございます。山山